ウィーストモーシバでーす。まあ、最近ちょっといろんなところを釣りして回ってて、で釣れるポイントをね、まあ、探してるんだけども、今日は、横浜市は金沢区。金沢区の、シーサイドラインっていうモノレールの、一応駅の近くに、とある駅の近くにいます。まあ、シーパラの近くかな。八景島シーパラダイスの近くなんですけども、今日はここでね、鈴木、あと、まあ、メバルは多分釣らないというか狙わないから、鈴木を狙おうと思うんですけども、一応ね、今度はこう、生き餌の磯目も買ってきて、お、黒いな。磯目も買ってきて、一応餌釣りと、まあ、ルアーダブルで狙おうかなと。思ってます。なんか知んないけど、アナゴとかも釣れるらしいのね。アナゴとかアジとかも釣れるポイントらしいから、まあ今日はちょっとここで、アタックしてみたいと思います。じゃあ、早速ね、始めていきたいと思うんだけどね。結構ね、なんていうか、海っていうか、川みたいな感じで、船の通り道なんだよね。で、うっせぇうっさいな。道路もすごい近い。道路もすごい近い。っていうかもう、駅の下なんだけど、道路もすごく近くて、でこの海もすごい船の通り道で、結構騒がしい。あんまり、ね、釣れる気配がないんだけど、ネットには一応、そのアナゴが釣れたとか、アジが釣れたとか、メバルが釣れたとか書いてあるから、ちょっとまあ、ものは試しにやってみましょう。とりあえず、もちろん、安い竿の方で、餌釣り垂らしてほっとく。でもう一つは、ちょっと小さめのルアー、ミノーでちょっと、海面をねこう探ってみましょう。ちなみにですね、これ見てください。僕もとうとうルアーボックスを買いまして、こんな感じに中身がなってます。まあこういう大物を狙うものからね、まあ、これ100均の安いやつなんだけど、でこれはワーム針でね、今日はこの小さい、これ小さい、この普通のミノーっていうタイプのルアーで、これシーバスとかあと、メバルとか俺これで何匹も釣ってるから、これすごい釣れるんだよ。ということで今日はまずこれで行ってみたいと思います。変えてね、バイブレーションっていう、なんか重くてよく飛ぶ、そしてこう水中でブルブル震えるルアーでやりたいと思います。ね、飛ぶでしょ。ちょっと全く当たりがないんで、昨日夜ねメバルが釣れた場所にちょっと車で移動したいと思います。ここがですね、昨日釣れた秘密のポイントです。ここねずーっと行くとね、もう海があって堤防があってテトラポットがあって、で結構人気の釣りスポットなんだけど、そこでは釣らないで、ちょっと川の方がですね昨日釣れたんですよ。でそこにちょっと一人釣り人がいて、まあ、あんまり大きな声出さないんだけども、まあ、今日はね昨日釣ったこの川で、釣りたいと思います。ここはもう僕の秘密の場所なんで行ってみましょう。来た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 
来た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 ぞ来た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 、いやいいサイズいいサイズ、オッケー来た来た、ほら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 来たほら来た、結構うん、まあ小さいね、小さいけど引きは良かった。来ましたメバル、来た、やっぱここはここ相当来るぞこれ。あの釣った魚をバケツに入れようと思ってバケツをこう紐をつけて水をこう汲もうとしたんですけど、バケツを落としちゃって魚をこう持ち帰るものがなくなっちゃいましたね。さっき釣ったメバルリリースしちゃったんで、まあ、次1匹釣ったらそいつを持ち帰って終わりにしましょう。来た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 、あしかもでっけでっけ、来た来た、え、これ何これ、メバルじゃないぞこれ、え何これ、え、何これ、メバルじゃない、え、これ何これ、え、帽子、こんな漫画みたいなことあるか。ふざけんなマジで。ちょっとね、あれから帽子釣ってから 2、3時間粘ったんだけども、ちょっと当たりもないんで今日はここら辺にしようと思います。でもまあ見たでしょ、ここね、メバル釣れるんですよ。昨日も2匹釣ってて、まあ、今日も1匹ということで秘密の場所なんだけどね、まあ、みんな特定してここ来ないように、僕の場所なんでね。はい、ということで今日は僕の秘密の場所、メバルが釣れる秘密の場所での、釣りでした。はい、残念ながら料理の方はありません。次は紐のついたバケツ買ってきます。ということで柴田でした。